インディジェナス、インディジェナス、現居民、インディジェナス、1993年から2004年は、香港の競争場。アイルランド、香港、日本、イギリス、シンガポール、ドバイで走り通算70戦15勝の成績を残した。ジャパンカップにも3度遠征。1999年には、単勝12番人気の低評価の中2着に粘り、大穴を演出した。 インディジェナスは、1993年4月25日に、アイルランドのオールドタウン牧場で生を受け、その後クワルトローンで、馬名登録の上、1995年8月20日の2歳戦で、デビューしたが、この時は7着に敗れた。しかし、その次に出走した9月10日の1600メートルの、競争で、初勝利を得た。その後もう一戦したが4着に敗れ、2再戦を終えた。 明け山歳の1996年、短距離戦を一案使われた後に長距離路線に転向すると、2200メートルの山歳線で勝利を飾り、長距離への適性を示した。その後数戦使われた後、6月28日の2400メートル戦で3勝目を挙げ、それを最後に香港に移籍することになった。インディジェナスと改名された後、 香港初戦となった11月30日のハッピーバレー競馬場での1650メートル戦では遺跡初戦でもあって人気もなく、しかも競争中に何度か不利を受け7着に敗れ、次戦では3番人気に押されたものの、11頭中の9着と期待を裏切る結果となった。しかしながら、砂田競馬場での初戦となった1997年1月12日の競争では、 香港三戦目にして初勝利を得ると、続く、香港ダービーでも、人気薄ながら三着と検討。ちなみに一着は、オリエンタルエクスプレス、本当した。ようやく実力を発揮しだしたインディジェナスは、続くエイテビバイで四勝目を挙げたが、ここで調教師のハリス・ズリンガ連成交渉の捜査を受ける事態が発生し、一時的に、理律最調教師が管理することになった。続いて、 香港ゴールドカップ、香港 G1 に出走したが7着、自走のクイーンエリザベス2世カップ、香港 G1、国際 G2 でも10着と、大差負けし、本調子を欠く状況であった。しかし、距離が2400メートルに伸びたシーズン最後の G1、香港チャンピオンズチャターカップ、6頭立てでは10倍と人気を下げたものの2は審査をつけて圧勝し、 ついに香港での G1 初勝利を飾るとともに、一躍、トップホースの仲間入りを果たした。1997、1998シーズンになると、理律最長教師が引退したため、IW アラン9社に移籍。シーズン初戦の11月8日のナショナルパナソニックカップで2着に敗れると、続く11月23日の香港三冠、第1弾スチュワーズカップ。 香港 G1 では3着、12月の香港国際、バーズ、香港 G1、国際、G2 では4着と、いまいち歩みの競馬が続いたが、明けて5歳の1998年となると、バジルマーカス騎手を背に、初戦のサンミゲルシルバータンカードハンデキャップ、次のセンテナリーバーズハンデキャップと、上級条件戦を連勝。一戦を置いて、香港三冠第二弾の香港ゴールドカップ。 香港 G1 では、オリエンタルエクスプレスを下して、待望の G1.2 勝目を飾った。続くクイーン・エリザベス2世カップ、香港 G1、国際、G2 では、オリエンタルエクスプレスの帰り討ちに遭う、4着が、その後のシャティン・フューチュリティ・トロフィー、香港 G2 では、同シーズンの香港ダービーは、ヨハン・クライフ、ツゲロートを退け、続く、香港3冠、第3弾のチャンピオンズ&、 チャーターカップ、香港 GE1 では、7頭立ての単勝1.1倍の圧倒的支持に応え2連覇を飾るとともに、香港3巻のうち2巻を制覇した。5歳後半となり1998、1999シーズンを迎え、エリック・サン・モルタン機種を背に、雨の中の1600メートルのレースを解消すると、ダグラス・ホワイト機種に乗り換わって挑んだナショナル。 パナニックカップでも楽勝し、最先のいいスタートを切った。しかしながら、ビリオンイン、ヨハンクライフにオリエンタルエクスプレスといった、当時の香港を代表する名馬が揃った、スチュワーズカップ、香港 G1 では、中で一番人気に支持されたものの、4着に、敗れてしまう。しかし、続く、香港国際バーズ、香港 G1、国際、G2 では、ダグラス・ホワイト騎手を背に、書いたの。 ウンガロ、フルーツオブラブ、ストラテジックチョイスなどの競合を向こうに回しこと勝利。長距離での絶対的な安定感を誇示した。1999年、6歳になると、初戦に2月18日のレースを選んだが、初戦は、脚部不安で出走を取り消した。ただし症状は軽く、1ヶ月間の休養で3月の100周年、記念杯に出走した。ただ、 1000メートルでは明らかに距離不足で人営としても一叩きという感じでの出走であり13等立ての12着に終わった。しかしながら2週間後に出走した香港ゴールドカップ香港 G1 は実力を見せつけて連覇を飾った。予選を買って出走したクイーンエリザベース2世カップ香港 G1 国際 G2 はジムトニックの2着に敗れ。 三連覇をかけて臨んだチャンピオンズチャーターカップ、香港 G1 では、単勝1.2倍の圧倒的人気に押されたが、頭差で、オリエンタルエクスプレスの2着に惜敗した。しかし、シーズンを通しての活躍が評価され、このシーズンの年度代表馬に選ばれた。香港でのオフシーズンとなる夏には、イギリスのキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスに遠征を観光。 六着に敗れはしたが、デイラミラを向こうに回して互角に戦った、レース内容に大きく手応えを感じたようで、アラン調教師は次の目標にジャパンカップを選び、調整を行うこととなった。1999、2000シーズンに入り、インディジェナスは11月6日のナショナルパナソニックカップで復帰したが、夏場の遠征から休養期間が短いことと、距離1000メートルが、 ファンから嫌われて25倍の人気薄で、レースも14等立ての10着に敗れたが、陣営にとっては予定通りの一叩きでもあり、自信を持ってジャパンカップに参戦した。香港ではすでに不動の人気を確立していたインディジェナスではあったが、日本では全くの無名であり、しかもこの年のジャパンカップでは、モンジュを筆頭に各国から競合が多数参戦していたこともあって、 十二番人気と、全くの人気薄であった。しかし、道中先段につけたインディジェナスは、直線でもしぶとさを発揮し、一番人気のモンジューを、振り切って、スペシャルウィークに一場審査の二着に入る、大健闘を見せた。帰国後に出走した香港国際バーズでは、直線窮屈になって、伸びきれずに四着に敗れ、七歳になった二千年になってから出走した二0は、 距離1000メートルということもあって良いところなく破れが、陣営では、ドバイへの遠征を観光、ドバイワールドカップに出走したが、ドバイミレニアムの8着に破れ、香港に戻って出走した、クイーンエリザベース2世カップでは、直線よく追い込んだもののインダストリアリストの4着に赤敗。4度出走したチャンピオンズチャーターカップでもハウスマスターの2着に赤敗して、この年を終えた。 その後のシーズンは一勝もできなかったが、常に上位入選する活躍を見せた。2001年と2002年の2度出走したジャパンカップでは、それぞれ6着7着と健闘を見せた。また、9歳の2002年には、クイーンエリザベス2世カップで、エイジンプレストンとアグネスデジタルの日本馬2頭を猛追して、首差の3着に入ると、続く。 シンガポール航空国際カップでもグランデラ、パオリニの3着に入り、その健在ぶりを示した。2003年、10歳となったインディジェナスは、香港では10歳で、出走制限年齢となることもあって、引退レースとして、通算7度目となる、香港チャンピオンズチャーターカップに出走、最下位の13着となった。そして、2002、2003年シーズン最終日に、 ホワイト騎士を安城に砂田競馬場で引退式を行った。その後はタムロモンの公立乗馬学校で予定を送っていたが2004年8月に病気のために死亡した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。